こんにちは、小池祐介です。今日はですね、急にセプテンブーホールということで、つまり9月の買ったもの、お買い物紹介をしたいなと思います。やっぱなんかこういろいろ物が可愛いっていうんですかね、売ってるものとかも違うので、やっぱりこっちで欲しいものとかも出てくるし、こっちのセールってすごい安いんですよね。ハイブランドなんかも 50% オフ、80% オフ、70% オフなんていうことが結構ザラにあるので、かなり掘り出し物があるのかなっていうふうに思います。で、そう、家の食器棚を買ったんですね。で、それをせっかくなのでなんか紹介したいなと思って、かなりでかいですね。で、こっちは本当 DIY、 基本的にできることは全部自分でやろうというか、壁にですね、もうどんどん穴を開けるっていうのが全然こう悪いことじゃないと言いますか、バンバカバンバカみんな穴を開けるのが結構当たり前なんですね。こうどん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 家を要は改造していいという感覚が強く広がっているように思います。まあ、壁も塗るし、なんかこうもう何でもかんでもし放題っていうような部分がありますね。で、まあ、うちも結構いろいろやり始めていたのですが、そうですね、食器棚が来たので、その作りってやつなんかも取りたいなと思います。で、まずキース、キースにこの間ね、撮影でも寄ったんですけど、分かりますかね、キースはご存知の方は多いと思います。スニーカーメインのセレクトショップだったんですけど、すごい流行って、オリジナルのブランド展開もしてて、洋服もどんどん作ってますね。今もうそのキスの洋服自体がすごいこうなんかもう価値というか、まあ人気が出てて、どのお店に行っても混んでます。もう本当に今回なんかもう、店パンパンでしたね。観光の人いないのにものすごい混んでましたね。という中で私が行って買ってきたのがこちら、クラークスですね。クラークスのわらびのブーツ買いました。とにかくいろいろ見た中で、まあ惚れて、可愛いステッチ刺繍がね、もう本当とにかく可愛いなと思って、そうクラークスはですね、本当にオールシーズンいけるなというふうに思いですね。これがね、こうなると可愛いですね。まあ本当にやっぱりね、あったかいので、もちろん秋冬も行けますし、夏なんかもですね、こうなんかハーフパンツと合わせてもいいかなと思っています。これはね、本当にユースフルなんじゃないかなって思っております。次は、セオリーの洋服をですね買ったんですけど、アウトレットモール、もうこっちもやっぱでっかいのがありましてですね、ウッドベリーショッピングモールっていうのが出てます。そこはですね、本当にもうグッチもルイ・ヴィトンだが、もう何でも要はある高級ブランドも全部あってですね、まあ本当に天国のような場所なんじゃないでしょうか。日本から旅行できた方とかは絶対寄るんじゃないかなって思うんですけど、そこで買ったんですけど、セオリーってやっぱりウッドベリーのショッピングモールだとこう、まあ、結構安くなって、それで買ってきたものが3つあります。もうすぐ冬なので、ニットですね。これはね、すっごいあったかいですよ。めちゃくちゃ着心地が良くてびっくりしたんですよ。すごいね、着心地が良いです。めちゃくちゃ厚で、あとはね、その無地ティーですね。無地ティーを2色2色で T シャツを3つ買いました。本当にシンプルな T シャツなんですけれども、非常に着心地がいい。本当に着心地が良くて、着てないんじゃないかみたいな感覚があるぐらい着心地がいいですね。
っぱ無地の T シャツってたくさん皆さん着ると思うんですけど、やっぱそれなりにその値段だったりブランドによってやっぱ差がすごくあるんですよね。で何が違うかってやっぱ素材だったりとか、まあ、もちろんパターンも違うので全然そこでやっぱりこう変わってくると思うんです。なのでなんかその同じ無地の中でもなんか自分のお気に入りの素材だったりとか形を見つけていくっていうのはやっぱりとても大事だと思うので、僕はこのセオリーの無地の T シャツは非常にいいなと思いました。こっち黒ですね、こっち黒、そう S サイズを、買いました。本当気持ちいいんですよ。時期も関係ないですし、なのでなんか最高だなと思って、これはあの取っ手ですね、食器棚の取っ手です。 IKEA で、注文しました。白のベースに黒のドアで、まあ、金の取っ手なんですけども、ちょっと後で、写したいなと思います。可愛いはずです、食器棚。でこれはですね、こっち来てヨガをやるようになりまして、特にホットヨガなんですけど、こっちの人ってみんな自分のマイマットを持ってってね、結構こうヨガのウェアを着てマットを背負ったまま行く人とか、まあ、あっちも歩いてる人が多いんですけど、結構みんな気にしないと言いますか、もうそのまんまこうヨガのパンツのまま外に歩いたりとか、まあ、本当にヨガウェアは見るんですけども、ヨガマットも見ます。その中で僕が好きなヨガブランドのヨガケース、割と有名なブランドだと思うんですけど、マンドゥカのヨガマットカリアですね。これを背負って、ヨガをしに行くと、これですね、まあ、肩に背負うんですね。ババン、マンドゥカマーク、かわいいですよね。ヨガバッグ、こんな感じですね。こうやって背負って、なんかこうやってね、ブレンダーを持ってこうなんか行ってる人っていうのがたくさんいます。これこんな感じで歩いてるとものすごくニューヨーク感が出るでしょうかね。ニューヨーカーって感じに見えるんじゃないでしょうか。そして最後に。マグカップなんですけど、これですね、この間それこそたくまくんの、新しいお店を紹介したと思うんですけど、その時の店の場所、アービングプレイスっていう場所で、店のすぐ近くにあるカフェ、コーヒーショップですねで見つけたマグカップなんですけど、可愛いなっていうところももちろんそうなんですけど、これやっぱこう、まあ、皆さんこうねマイマグいろいろあると思うんですけど、この保温機能が非常にやっぱいいなっていうこと で冷たいのもあったかいのもまあいけると、いろいろお仕事お撮影の時とか、まあ、それこそ舞台の稽古とかになんかこう、持っていけるのかなっていうふうに思います。お店の名前はアービングファームのお店のやつですね。まあ、割と安くはなかったんですけど、まあなんかこれは長持ちするし、やっぱりこうね両対応っていいなと思います。両方対応、色はなんかね軽くピンクが入ってますね。ちょっとねこれで飲むのが楽しみでございます。というわけでですね、セプテンバーホールちょっとねお届けしました。このお買い物系のやつっていうのはやっぱ皆さんいろいろあると思うので、ちょこちょこやっていきたいなと、ホールキャッチしてます。棚ね、ちょっと棚を頑張ります。あそこの場所にどんな大きさになるんでしょうか。さあ、DIY かな。スタート。よいしょ。危ない。あ。いや、
ヤバい系ですね。取っ手の金具とか。いやでも多分できるんですよ。多分そんなね、そんな難しくないはず。いえ、いえ、結構大変。続きましてはですね、ここですね、本体。本体がもうめちゃくちゃ重かった。これをエレベーターで引き上げるのが本当重くて、すっごい重かった。あ、これ全部組み立てるんじゃん。あ、やばこれ。組み立て式だこれ。これがやばい、マジで。これが、道具。これがですね、説明書。これ全部自分でやるやん。というわけでですね、ちょっとあのビリーの食器棚を作りました。作思いのほか、ものすごく手間が多くて、でものすごく時間がかかったので、ちょっとある程度自分でやりました。3、4時間ぐらい今の状態になるまでかかりました。でとりあえず今の状態がやっとこう全部できた感じですね。続きが、ここに扉をはめていきます。これをはめていきますが、これもね結構大変なんです。こういうやつをめちゃめちゃ使いますね。DIY 感が半端ないです。ちょっとやっていきたいと思います。これがね、ドアの付け根ですね。これをはめ込んで、でこれを入れていく。はい、できました。いや、これがですね、思った倍の倍の倍の倍ぐらい、まあ思った以上に大変でした。本当にゼロから作ったなという感じがしました。というわけでですね、できたです。これが IKEA の、シェルフですね。ディッシュシェルフ、結構かっこいいですよ。通常のやつだとこうなんかこれなんですけども、これをこれに入れ替えて、キーにしてみました。でバックグラウンドが実はこれ違うんです。これは実は裏側なんですけども、まあ、こっちの色の方がなんかこうコントラストとしていいかなと思って、あえてこの裏面を表に出してみました。というわけで、この扉をつけて、この棚ができたと。出来上がりです。